こんにちは、コマッチャクレズマの梅津和時です。今日は我々のオリジナル曲をやってみたいと思います。次の曲とか割とクレズマとかジプシー音楽に近いようなものを自分で作ってみようと思って作って、でもまあ全然違うものになったんですかね。なんか、なんとなく気分的にはちょっとギリシャのその男ゾルバとかそういったものをイメージはしてるんですけど、なんとなくズーじゃっちゃっちゃズーじゃっちゃって、まあ、そのところを聞いてもらうと嬉しいかなと思いますが、関島さんとかどういう印象をお持ちでしょうか。あの次の曲のタイトルは何でしたっけ。グレートさんのローマンスと言います。グレートさんっていうのはどなたのおことなんですか。グレートさんっていうのはグレートキントキさんっていう方が新大久保ジェントルメンにいたんで、その人のなんかどこから来た人かよくわかんないんですけど、その人にきっとロマンスがあったんではなかろうかと。なるほど、それでちょっと国籍不明な感じがするんですね。はい、では聞いていただきましょう。なんか俺だけ喋っちゃったな。グレートさんのローマンスです。
We'll be right back.
Yeah.